まあね、懐かしのね自販機があるんですけど、ね、この辺では唯一のトースト自販機があるということなんですよね。もしかしたらね、もう在庫切れだったら申し訳ないんですけど、今日ちょっとね行ってみようかなと思いますけど、うどんの自販機とラーメン、トーストがあります。で、その横にはねゲームセンターがあります。さあこんな感じでイートインスポットもあります。でゴミをね捨てるダストボックスあります。こんな感じです。で、でトーストがあります。こちらでございます。で、まず初めにねこのトースト注文してみましょう。いけるかな。ちょっとあこんな感じ。こんな感じです。ちょっと上げてみましょう。こんな感じですね。ハムとマヨネーズかな。このトーストの横しにあるうどん注文してみましょう。天ぷらそば と、天ぷらうどんなんですけど、まあ、うどんですね。300円です。できました。おきつねとかき揚げかな、入ってます。よし。で、箸と薬味あります、ね、七味と割り箸。はい、こちらがねあのうどんでございます。見てみましょう。これがかき揚げかな。かき揚げとナルトと揚げが入ってます。キツネですね。はい、というわけでちょっと次ラーメンをね注文してみましょう。もう両方ともこれラーメンですね。一つ片方売り切れですけど、
おそらく同じやと思います。そばみたいな感じですね。こんな感じで中華そばです。自販機コーナー行ってみましょう。ちょっとね、寒いですね。マイナス1度です今日。まあ寒い中なんですが、ここでね、いろいろと昔懐かしいものがいろいろあるということなんですけども、すごいのかな、どの子布軍手故障中ですね。でガムの、自販機あります。で、まあ、普通のね自販機あって、コーラのね自販機あります。これも稼働してますね。稼働中でございます。でずらーっとね、自販機、最近の自販機が並んでるんですけども、うどんの自販機もありますね。故障中です、残念ながら。はい、でここにあのイートインスペースがあります。はい、うわーっとねあるんですけど、はい、これもねたまに見かけたりします。はい、でこれ売り切れですね。売ってんのかな。あ、ありますね。これカレーのね自販機でございます。その横にあのよく見るこの、どれぐらいかな、1000円ぐらいでなんか景品が当たるというね、YouTuber さんでは結構やられたりしてるやつです。これずらーっとね、いいですねこの雰囲気。昔ならではのこのね。で今日はね、あの特にピックアップしたいのはこちらでございます。カレーライス、温かいうちに早めにお召し上がりくださいということです。じゃあね、早速頼んでみましょう。ね、売り切れのやつもありますね。おそらく多分ずっと売り切れなんでしょう。なんかこの感じ。ちょっとね、この中辛のやついきましょう。ちゃんと出てくれるかな？あ、ちょっと入れすぎました。で、この中でちょっと行きますね。こんな感じか、出てきました。あ、あったかい、あったかい、すごいあったかい。こんな感じです。はい、どうでしょうね、この。じゃあ早速開けてみようかなと思います。なんかこんな感じです。あ、こんな感じで、これで、あ、こちらね、あの日霊さんのカレーでございます。入れていきます、上から。
まあ、非常にねシンプルなんですけど、この自動販売機でカレー食べれるってなんかすごいなんかありがたい感じなんですけどね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。